おはようございます。ただいまの時刻は6時50分です。私は今さっき、まあ6時ぐらいかな、6時ぐらいに衣装のお仕事が終わりまして、お風呂に入ってパック中でございます。あ、新高です。アビスピース。最近さ、一人の動画が多いじゃないですか。それには理由があってですね、うちの彼氏、相方、相棒、友人、兼、新品こと、しんちゃんがですね、ちょっとまあいろいろありまして、入院することになったんですね。まあ急なことでちょっといろいろパタパタしてて、動画が遅れてしまって本当に申し訳ありません。あとご心配の連絡とかね、いろいろくれた方たち、ありがとうございます。嬉しいです。しんくんも喜んでます。心配のメッセージくれた方。本当にありがとね。ほんで、まあ当分の間はタカ一人の動画 になっちゃうけど、まあ不安ちゃ不安やねんけどな、一人で動画撮るのも。今日はですね、まあ、さっき仕事終わって、寝たいのは山々なんですけど、今日はしんくんのお見舞いに行くということで、そのお見舞い Vlog を撮ろうかなと思ってます。しんくんのお見舞い行く前に、神社に寄りたくて。まあ、神社好きっていうのもあるし、そういうスピーみたいな、なんか、神様とか、そういうのを信じてるタイプなので、私は。ちょっとしんくんのね、健康祈願を、ちょっとしてきます。お守りを買ってきて、しんくんに渡そうかなと思ってます。やっぱ一人って寂しいね。だいたい、まだ決定ではないんだけど、まあ1、2週間、長くて3、4週間は入院するのかな？まだわかんないけどね。結果次第なんだけど。病状次第では変わってくると思うけど、その期間は。まあその間、私の一人の動画になるんですけど、ラジオ感覚で聞いてください。まあこの Vlog でさ、しんくんの元気な姿とかね、見せれたら、みんなも安心するかなと思ったから、ちょっと動画、撮ります。ちょっとね、衣装のお仕事も、今重なってて、ちょっと動画上げるタイミングというか、その本数が減っていくのは、本当に申し訳ないんですけど、なるべく上げるようにします。もう、衣装作ってる、タカが衣装作ってる時にも、動画回して、なるべく皆様に元気な姿をお届けできるように頑張りますので、よろしくお願いします。とりあえず、ちょっとパックしてスキンケアして準備して、行ってきます。今、神社行って帰ってきました。なんか、そのまま行こうかなって思ったんだけど、暑すぎて、一旦家に避難してきました。しんに連絡したら、もうちょい寝たいからゆっくりでいいよって言われたから、お家で動画撮ることにした。神主さんっていうのかな、あの人は。神主さんか。多分、わかんないけど。神主さんと、ご夫婦でやられてる神社やって、すごい素敵だった。なんかさ、人柄も良くてさ、ちゃんと手合わせて、しんの病気早く治ってください。お守りくださいって手合わせてきて、ちゃんとお守りも買って、無事、私は生還したということで。ちょっと時間空いたから、なんかしようかなって思ったけど。あ、ちょっと待ってね。やっぱね、たまには歩くのもいいね。普段さ、そんな、この辺で歩かないからさ、気持ちが良かった。今日めっちゃ晴れてるし。シンからの要望、要望というか、買ってきて欲しいものリストが送られてきてさ、かわいいよ。なんだったかな。マンゴーラッシー2個、美味しいグミ、白クマアイスって可愛くない食べたいんだと思って。で、まだお風呂入れてないみたいだわけさ、そのもう動けなくて、痛くて動けないから、何、体拭くペーパーとか、歯ブラシとかも持ってきてって言われたから、それも持って行こうかな。ちゃんと御朱印もいただいてきたよ。すごい素敵だった。なんか、そこの神様が、スサオノオミコトっていう、アマテラスオオカミの弟神っていうのかな、なんか弟子みたいな、弟分みたいな神様で、疫病、避難、水難。避難って読むのかな、これ。
日に災難の何年だから疫病だから、あちょうどいいと思って手合わせてきたさ。まあもう行こっか。行って真の顔を見て一緒に動画撮ろうかな、ちょっとだけ。しんくんが寝てたからアフレコ失礼します。なんかこの日ちょっと調子悪いみたいな、体調が調子悪いみたいな感じで言ってたから、あの睡眠とってたらしいんだけど、ちゃんと一応お守りも隣に置いて、なんかジョージ抱いてんのめっちゃ可愛くない、早く元気なれよみたいな感じで言ってます。一応病院だから大きい声出せないのね、なんか ASMR みたいになってるけど、それだけは許してください。しんくんです。無理しやんでいいで。無理してない、もうめっちゃ元気になったから。ほんとね、今何日目？1週間経つ？1週間経った。1週間経ってこの元気さになりました、はい、やっと。でもまだ残りあと1週間、あと1週間ぐらい、1週間の予定、予定か。早く帰ってきてください。はい。早く帰りたいです。めっちゃ細なってんね。かわいそうに。せんやん。なんか5キロぐらい痩せてさ。わかるかな？ 5 キロぐらい痩せたんや。顔とかはあんまわからへんけどな。いや、わかんない。わかる？痩せました。めっちゃちっちゃいやん。やっぱ体調、病気になるのが一番。ダイエットになるってし、やっぱ分かった。そうやな。インフルとかもそうやな。めっちゃ痩せるやん。確かに。赤は太る一方だけど、どうしようか。知らない。しんのな、病院で何してんのみたいな。入院中何してんのって言ったらな、これにハマってるらしい。なんでこれ？これは、あの、広がるスカイプリキュアっていう。広がるスカイプリキュア。広がるスカイプリキュア。って名前なんだ。うん。ねんけど、俺は、あの、オレンジの子が欲しいねんな。うん。キュアウィングっていう。なんでだ？なんだ？キュアウィング、男の子やねん。史上初、男の子プリキュア。すごっ。キュアウィング欲しいねんけど、出てこうへん。なんか場面カードとかいらんし別に。何場面よな。でもこれ集合当たってくれて嬉しかった。ほんまやな、かわいい。うん。え、タカもいるよ、なんか変なカード集めてるよ。そう。家にあるんだけど。顔一緒やんな。一緒。これは違うけど。え、まるサイバールーンみたい。サイバールイみたい。サイバールイみたい。確かに。なんかかっこいい。早く俺、マクド爆食いしたいねんけど。うまい。退院したら美味しいとこ連れてってあげるから。うん。あとサプライズあるから、退院したら。え？退院祝いで。何の？サプライズだから言わへん。ご飯？ご飯系？わからへん。言わへん。あ、ほんま。まあ、まあ早く帰って。マクドしばきながら、あの、喋りたいことめっちゃあんねんやから。めっちゃおもろいで。そうだから、もうちょっと待っててみんな。はい。バイバイ。